あれはまた入り口で出会ったお二方。やっぱり同じ方を目指してたんだね。転ばないように足元をひたすら注意していたら、伸びた枝に顔をぶつけるとは。道に入る前に。そうですね。うん、お願い。こんなもんだ。グーだね。いけ。新たな力に目覚めたようです。え、他にも知りたいこと。リッピとどうやって知り合ったかって。それはね、いやいや、お恥ずかしいお話なのですが、ドキドキするね。